プロピレンは分子式 C3H6 構造式 CH2 イコール CHCH3 の炭化水素の一種で炭素の数が3個で二重結合を1個持つアルケンである。主に石油のクラッキングの副産物として生産されている。IUPAC 命名法ではプロペンと呼ばれる。プロピレン単独の重合体であるポリプロピレンは ラジカル10号や40号では生成せず、チーグラーなった触媒などを用いて、プロピレンを範囲10号させることで得られる。常温下では無色の機体で弱い不回収を有する。プロピレンの2016年度日本国内生産量は567万3124トン、工業消費量は166万264トンである。 商業的に取引されているプロピレンは以下の規格がある。ポリマーグレードケミカルグレードリファイナリーグレード、プロピレンの工業的製法として以下のようなものがある。ナフサや液化石油ガスのスチームクラッキング製油所で流動接触分解オレフィンの添加メタノール、またはジメチルエーテルの添加重合反応酸素、酸化反応ベンゼンのアルキル化反応水和反応案も酸化反応。 ヒドロホルミル化反応。ありがとうございます。